ダメだ。ね、ちょっともう一つ。はい。七瀬と。どうも七瀬のファンの皆さん。ありがとう。はい。ショールーマーしてます。ショールーマーは。見てみんな。そっちもめっちゃ綺麗。いい感じ。生麦、生麦。生麦、生米、生卵。なんか今日めっちゃ粒入ってくるね。あゆみさん。こんにちは。それも面白い。今日は一回公演がまず終わりました。食べれないじゃん、パイの実。ごめん。これうちのなんだからさ。違うよ。嘘つくな。ごめん。見かけでしょ。え、ちおりさん。最近ちおり参加してきたの。目。あれ、まって言ったらしいよ。一緒にやろう。知らん、うちできるのに。せーの。かわいこぶ。いや、違うのよ。鳥じゃないもん、それも。できないよ、本当に。今、練習中なの。練習中なの、本当に。そういう軽い気持ちでやりたくないの。やりたくないだけや。ルーマーしてきました。変な光景だ。こんにちは。今日からお届けしております。よろしくお願いします。お、いいな。カルピスもあんじゃん。そう、両方買っちゃった。いいな、うちも買おう。えらい、ちゃんと。あれ、いいんだっけ、ショールームって。え、かわいいね。え、かわいい。かわいいね。あれか。うちも前。なんかテーマパークだよ。かわいい、テーマパークだ。テーマパーク。観覧車。ね。これかわいい。かわいい。何でしたかね。すごい、飲んで。癒されてる。メンバー5人から移したかった。喉に来る。ショールームタイムです。ショールームタイムです。何か移したいの。あ、やばい。じゃあ私の端末でもやります。何ちゃん移したら、あれでちゃんと言うのが犠牲になる。めっちゃ後ろの方に移ってる。ほんと？え、やってないの。映ってる、いいよ。急に出てきて。もしまでする。いや、全然決まってない。水の列車で腐ってきた。水の列車ね、めっちゃ間違いない。今日、反省しなさい。はい。ちょっと待ってんすよ。一応反省しないといけない。え？反省しろ。お前も間違えたと思う。すいません。じゃあ昼公演の反省会しよう。いいよ、反省会。反省会。はい、じゃあオープニングどうでしたか。はい。私はあの本当のマジの最初の歌い出しで、はい、咳が出そうになり、なぎちゃんを一人で歌わせてしまった。え、そう思った。自分の声しか入ってないと思った。なんか思いました。はい。どこ？何だ？え？嘘。一番最初。なんかちょっと違和感なかった。全然。いや、なんか大きい間違いじゃないけど、大きいだよ。大反省。オープニングないです。おお。いやだ、怖い。ないです。さすが的には。いや、私もないです。大きい間違いはない。うん、確か大きい間違いはないし、大きい間違いはないないね。何間違ったっけ。こんにちは。
ないです。じゃあユニット、ユニット、はい、はい、は、は、あ、フルーツスノーがいる、フルーツスノーがいる、フルーツスノーは特にない、うん、すごい、多分大丈夫、フルーツ間違えたりしないの、あれ確かに、もうなんか確かに、なんかもう暗号みたいな、バナナ、キウイ、そう、キウイ、キウイ、オレンジにマスカット、すごい、どういうこと、ソロメ、イメロン、すごい、え、アボカドジャムちょっと混ざりそう、確かに、イチゴ、バナナ、アボ、甘い香りがする、メロン、チェリー、オレンジ、マジの歌、すごい、はい、私です、はい、2人ですね、マリア、私、マリア、マリアね、うん、私まず歌割りで春たち平成にから入るんですけど、うんうん、あの歯でちょっと不安になって、うん、はーるかーってなって、まあ、そこで今まずあれですよね、やばいやばいってなって、うん、その次あの踊りに戻るんですけど、うん、右から行くところ左から行っちゃって、あら、で後ろ鏡になってるんですね、うん、だから鏡を見て小田を見ながら合わせました。すごい俳優ですね。そう、うちは一人で歌うあなたの名をのところちょっとやばいって思って声が出ないって思って、うん、無理やり喉をこうやってあげて声を通らせた。すごい、もうめっちゃきつかった、うん、今日ちょっと乾燥してるね。乾燥してる ね, ね, ね、冬本番ですね。そうですね。で次はなぎちゃん、彼女はでも今回は歌詞間違えなかった。おお、大事だ。そう、でもなぎちゃんは違う、合わないがいつも苦しくて、うん、裏声になっちゃう。ああ、それはミドルボイスだよね。いいみたいになっちゃう。ミドルボイス、ブレる声が、ボイトレの先生の声。そうね、そこかな、反省点は。可愛い、可愛い、うん、女子の部下で、彼女は純愛か、純愛は私、ないっすね。ないっすか、はい、完璧でした。お、はい、あと、ルンバのね、うん、歌がめっちゃ好き。なんだっけ、なんだっけ、今日言ってたよ、ね、ためだよね。の、うん、の、え、なんだっけ、さっそ言いましょうか、じゃあ。の前。なんかね、雨が降らない。違う。出てる、いい年さま。あ、そうだ。そこ、え、なんだっけ、違うか、違うか。どこだ、なんだんだか。そうそう。あ、回し、うん、2番じゃない、1番、1番の最後で最初から撮ってみよう、はい、あー、いのしずくをただ一粒与えられるだけで、じゃんじゃん、慣れた心は夕立ちです、一粒に女は開く、次のが、うん、雨が忘れてた、え、そこだっけ、そう、多分忘れてうーちゃんの歌うまい、そうっすね、しかも今日はあとから参加が来て、ほんとにすごい、そう、感謝、そう、あとから来たから、みんなで歌の練習してるときにルーちゃんいなくて、あとから一人で大丈夫、うん、好きだ、うん、
んだってさ、これは事故なんだってやる？やる。あれ、うん、やってなかったわ。ああ事故だ。あ事故った。あごめんなさい。事故事故なんだ。確かにさっきからさ。行きましょう。光と影。あ、なぎちゃん。私たちはやりました。そう、やりました。何？移動するタイミング。サビ前だよね。二人ともまだいいやって思って。そう。本当に 0.5 に二人ともいたから。ちょっと前にいるからね。後ろに私とルンボが入るんですよ。どいてよ。いや、私もいつも、もう空いてるところに入るんですよ。4人がもちゃんと準備できるから。なのに誰もいないから、なんか 2.5 経由して 1.5 に帰る。すいませんでした。0.5 人取っちゃってね、みんなでカウントがあるからね、あそこは避けなきゃね。はい、ごめんなさい。よかったかった。逆に、うん、あとはアフターレイン。アフターレインに47 2時。した音をちょっと顔見合わせたなって思ったけど、じゃあ、ぶつかったなって思わなかった。ギリギリでした。あ、した方が避けてくれたのかもしれない。次はちょっと開けて、ありがとう。お腹空いた。お腹空いた。お腹空いた。もう初見の人めっちゃいるよ。え、確かに。初見さんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。同じ人だよ、でも初見初見初見って。初見さんいらっしゃいって今言わないよね。なんか流行ったよね、前ツイキャス。ツイキャスじゃない。初見さんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。懐かしいツイキャスとかね。やっぱりなんかうちらが中学ぐらい、私だけか、中学ぐらい。エンジェルなぎおしさん、タワーありがとうございます。わーい、2つある。でも見れない。タワーありがとうございます。ほんとだ、2個あるね。でも分かんないよ。え、誰じゃない。何サイリウムの音色で、ね、白と青の質問です。
もう一緒だ。ナギも白と青でしょ。そうなの。そうなの。かぶっちゃったね。そうだからね、なんかナギと一緒の時は分かんないの。ああ、なるほどね。ナギ入校の時もそうだった。確かみんな私のファンって思っちゃった。かなみたいな。そうなの。だからすごい伺っちゃうんだよね。もう一本どっちかが足せば黄色とか。確かに3本。3本やばいかね。え、こんなの。もう大変。え、今日6本くらい持ってる人いたよね。すごい。持ってる人いた。ペンライター。だからうちわをね、持ってくれたら。プラスペンライター。確かに。それがいいね。うちわがいいよ。え、あやなちゃん何色ペンライター。え、特に決めてないけど。気を聞かれたらピンク。水色と赤。うん、かわいい。なんか好きね。水色と赤の組み合わせ好き。へえ。私は赤と黄色。あ、絶対黄色入ってそう。なんか本当に？なんかピザ、ピザっぽい。そういうこと。やばい。ピザっぽいから。チーズとトマト。めっちゃピザだね。そう、ピザ。なるほど。え、ユダ。うん。私は。紫と青っていう。紫なんてあるんだ、ペンライト。でもないとなるけど。でもさ、マジモリの時ってうちわだね、さ、ペンライトの時ってどうやって自分のパッドに分けようと思って。そうだね、ペンライト十字架にしてもらおうと思って。え、すごい。結構、そう、こうやって十字架とかしてくれる。そう。え、面白い。見てみよう。頭いい。だったらどっちか白と青。じゃあティーにしてもらおうかな。下をのか。下をのか。十字架は優奈になっちゃうから。じゃあティー。つなぎ角にする。かわいい。ずっと投げる。かわいいじゃん。なぎちゃんしかできない。かわいいじゃん。めっちゃかわいい。ちゃんだったらかわいいけど。うちは忘れた人はね。天台とか、もうこうやって、めっちゃいいじゃん。いいじゃん。絶対わかるよ。ね、わかるわかる。カチューシャ作ってもらいます。刺すようと。浦浦さん、タワー。浦浦さん、タワーありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、ね。隠れちゃう。すごい。1カメ、2カメ、3カメ、4カメ、5カメ、5カメまで。すごいすごいすごい。見て見て。え、気持ち悪い。気持ち悪い。あれやろ、振り子みたいなやつ。何振り子って。なんか、1人が左に、いや、右に、今自由な右に行くじゃん。そしたら、それに、いつかってあねちゃんが左に行く。順番にね。じゃあ行くよ。で、戻らない。あ、内側戻らないんだけど。あれ、一人がこうなって、こういうと。あ、そうそう。ちょっと捨てなきゃいけない。ユーナと、下尾とナギが同じ動きとか。そういうことか。じゃあ、このね。じゃあ、一人ずつやってくるやつ。むずっ。あ、むずい。じゃあ、そっちジャングル。ジャングルから。じゃあ、こちら。行きます。はい。あれ、間違えたかも。間違えた。もう一回、もう一回、もう一回。右からで投げ。せーの。なにこれ。すごい、すごい、でもすごい。よくわかんないけど、すごい。なんか、もののけ姫の子玉。平和で何？平和だよ。あれやりたい。わーってやつ。おー、いいね。あ、波？あ、波ね。ウェーブ。じゃあ、あ、ゆうなかめで。ゆうなかめ。こっち、これでいいの？うん。生きることになってる。はい。せーの。うわー！綺麗。何やねー。え、こっちの方が楽しいんじゃない？これ。あ、はいね。どっちがいい？どっちから？じゃあ、なぎちゃんから。いきます。おお、すごい。おおおおお。こっちむずいんだけど。ね、こっち、いつもこっちだから。ずっとやってよ。いきます。おお。すごい。楽しい。左もそうよ。うん。なんかね、ご飯で右
べたいの。ゆうな。はい。いいよ、食べて。ゆうながくれました。おいしそう。みんな頑張ってほしいから、みんなのために。食べないか。先生、アットマークミューディ。私じゃん。ミューディ。ミューディ。え、ミューディ先生や。そう、多分みんなに投げてる。え、すごい。すごい。え、ありがとう。トマーク先生。アットマークミューディさん。ミューディ。家族先生。ハムニダ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 。
え、絶対乃木坂じゃなかった気がする。恋柱は、恋柱は何歳だったの？どっちも乃木坂だよ。そうそうそう、ピンクだった。恋柱もいやでも昨日は日向坂で出てたよ。久保しのぶさん17歳だった、うん、あ、久保しのぶさん何歳っけ。でもさ、鬼ごっこ鬼ごっこあったじゃん。鬼ごっこ、うん、だったんだよ。その時さ、こうじゃなかった。あ、だよね、そうだ。鬼ごっこしてる。これだよね、これこれだよね。呪術廻戦全然見てないから。もうやめだ。おお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 おうちらね、あの黒いの、そうそう、顔合わせるやつ。あれ全然わかんなかった、見てる顔がしたら。なんかバックダンサーやっとったというか、出てるのかなみたいな。嬉しい。見てびっくりした。私もその天気が好き。待って、タマ？タマ。ちょっと待って。鍋公式、一周区、雑誌、トマトのレンジ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。鍋さん。かわいい。何？なんかだるま。本当だ、だるまの中。あ、あれじゃない？あのさ、テーマパークの何？観覧車。鉄さん。鉄です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 。言い方？はい。鉄です。何が？鉄です。鉄です。鉄です。あ、鉄やってくれた。うん、鉄です。ぼっちゃん劇場って何だろう、その名前なんだろう。そう、あの AKB48 劇場じゃん。あ、ぼっちゃん劇場。なるほどね。で、その舞台の名前がてっちゃん。違う違う、ジョンマイラブ。ジョンマイラブ、そうなんだ。ジョンマイラブ。てっちゃんは役なんだって、役ね。え、男役ってこと。てっちゃん、女役。そう、女の子で鉄って。へー、かっこいい。ジョンマンジュの奥らしい。ジョンマンジュ知らないです。ジョンマンジュスページ。ジョンマン、ジョンマン、ジョンマン、ジョンレノみたいに言わない。ジョンマンって言うやん。ジョンマン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 って舞台いいね。見に行きたいな。え、来てほしい。行きたい。行きたい。愛媛だけど愛媛か。3人組に行けるかな、ちゃんと。ね、同じ日にやってほしい。ね、それね、3公演1日やって。あやみちゃん12月初日3公演やって。うん、今15で15?15?15?16? うーん、そう。じゃあ3日滞在したら見れる。うん、うん、どうでしょう。旅行しみんなで。やばい、わかんない。どっちだろう。ゲイヤじゃない方。頑張れ。なんだっけ、漫画読んだばっかりなんだけど、うん、あ、なんだっけ、元禄みたいな名前。え、なんだっけ、元禄。弟の方、弟の方、やんまりだけど。
感じまだ分かんないんじゃないかな。逆にね、ゲンヤしか分かんないわ。何て名前？お兄ちゃん、弟がいる。さ、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 あ、そう、サムサムサトル違うサトルサネミサネミわー、言えたじゃあ、女サネミサネミへぇ、そうなんだサネミね、そんなかなんか忘れちゃう、頭に入らないサネミってみんな、名前かっこいいね、かっこいいっていうかね、長い、確かに品塚品塚京次郎、炭治郎もなかなかいないね。炭治郎、釜の炭治郎かっこいいよ。炭治郎、炭治郎、炭治郎。でもなんか鬼滅にさ20代っていなかった。みんな10代で。そうなんだ。鬼滅20代いるよ。いる？めっちゃ若い。柱みんな20代。え？柱？うん。え、そう？岩柱。あの姫島さんと、うん、あ20代なんだ。姫島さん28歳。え、結構も年だね。うん、年じゃないけど。で、うん、レオさんも、あレオさん21か。あれあれ？レオから若いめだ。じゃあランキング読みます。13位はおっちゃんとマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。12位はアリーウィーチャーヤーさん、ありがとうございます。11位はドラさん、シーマアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。10位はシンナス、10位はトワ、あとマーク、昨日で21歳になりました。あ、おめでとう、20歳若い。ありがとうございます。ちょっと満喫してください。7位はミンミンさん、あれ変わった今。6位は13位は鉄の話、自称し七瀬の微笑みが素晴らしい景色です。あとマーク、ありがとうございます。アイリン、あとマーク、なぎなぎ中さん、ありがとうございます。12位がアーリービジョンさん、ありがとうございます。11位は島、あとマーク、ナレンジャーさん、ありがとうございます。10位はしのすけべ、あとまく最強ついすけべさん、ありがとうございます。9位はとわ、あとまく昨日の20歳になりましたの、ありがとうございます。8位はパンダ、あとまく7レンジャーさん、ありがとうございます。7位はイッサ、あとまく7レンジャーさん、ありがとうございます。6位はシュー、あとまく名古屋さん、ありがとうございます。5位はよしのり、あとまく昼声最高でした、7レンジャーさん、ありがとうございます。嬉しい。4位はキャナイアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。3位はクニアットマーク7瀬のほっぺが好きな7レンジャーさん、ありがとうございます。2位は科学先生アットマークミュージーさん、ありがとう。とはスタオー、ありがとう、ありがとうございます。嬉しいです。1位は鍋公式宿達成アットマーク7レンジャーさん、ありがとう。鍋さん、バイバーイ、ありがとうね、ありがとう、メモハモルンバー、バイバーイ。それでは皆さん、2回目も頑張っていきたいと思います。みんなで力を合わせて頑張ります。バイバーイ。